競馬場ライオンレース3歳1勝利芝1万6000メートル戦出走メンバー18頭の一戦です。青い空に大きな雲が浮かんでいます。松空新潟競馬場内回りの2000メートル戦です。4コーナーからホームストレッチに出てきたところにゲートが置かれています。芝内回りコースの1周目少々バックが順調。最後18番ルワクさんが向かっていって収まりました。全馬ゲートに揃います。スタートしました。ほぼ揃って出ました。まず芝っ子12番コハルサントスが前へ、外からは14番リバーレも上がっていきます。内からは5番のミラクローナ、外からさらにはジワッと16番アットゥルキネマ、17番アグネスアースも出ていきました。先端特殊になった11番カラノフリューゲ、そして2番のゼロリーも先端のインコースもつけていきました。1コーナーカーブ、その後中盤前から1、1番コステラスクールが続いていって、すぐ後ろに6番キャバレットガードが続きます。バックは1コーナーから2コーナーに移ったところ、まずは5番ミラクローナが逃げる展開を横手の3馬身、2番手に12番コカノサンデスがつけていって2コーナーから向正面、3番手外17番アグネスダース、内2番のゲートリー向正面に出ました。1馬身後方11番カノフリューゲルが5番手です。1馬身差16番アクミキネは内から1番のコステラスクールがいって、さらに14番リワーレ、ここまでは大きな集団になりました。3馬身くらいあって集団、15番期待のゴルゴがいって、6番のヤマミコナーラ、2馬身後ろが18番のドゥランスマンがいって、これで力は4番オズマスターキー、スープは10番ステラネテオール、内回りの3コーナーを目指しています。方向もだいぶ固まっています。13番ゴストパワーエルがいって、9番のパラダビクトリア、3番バイブン、そして7番のペネトレートを後方に、わずかに最高方たちはヤマタスターキーとなっています。4コーナーのカーブに向かっていくところ、そこから12番コバルサントスが投げかけに行って、内からは5番ミラクトリアに1個並んで4コーナーカーブ、3番で内からはレッドリー、そしてパラダビクトリアと合わせていて4コーナーをカーブして挑戦です。先頭に立った12番のコバルサントスリードを打ちまし、外に押し出し9番のレッドリー